ビッグトランスフォー、変形完了、暗黒大帝ブラックザラックだ。おーでかっ。この辺と並べてもどれだけ大きいかがよくわかるかと思います。違うんだよ母ちゃん。ウォーターファの秘密基地、ウォーターファ、ウォーターファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。トランスフォーマーレガシー暗黒大帝ブラックザラックだ。おー、全国のガンゲロー集結せよ。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。でっか、トランスフォーマーレガシーといってね、ついに新しいタイトルが始まりました。トランスフォーマーシーチ、アースライズキングダムときて今回のレガシーです。僕にとって一発目のレガシー、とんでもないでかい。というわけでね、このブラックザラック、過去に発売された同じタイタンクラスのスコルポノック、それのリデコアイテムとなっています。早速ちょっと箱を見ようか。でかいですね。でまあちょっとなんていうか、こう限定版っぽいようなこうパッケージになってますね。早速開けよう。もう開けろ開けろ、じゃーん。中はこんな感じで本体が入っています。あとは蓋のところにも絵があって、今回新規付属のタイラントスピア、それから新規造形の頭部で、こういった脇のところに小物とか頭部などが入っています。あとはこういったところですね。それでは早速取り出してじっくり見ていこう。じゃーん。まずはね、基地モードからじっくり見ていきましょう。とにかくでかい。で、この両脇にある赤いロボットモードで槍になるタイラントスピアが分離してこのように配置されてます。で、中央にあるのがヘッドマスター。こっちがスコルポノックに付属のヘッドマスターです。正面から見たこのロボットモードでは、色以外は同じです。で、後ろから見るとこんな感じ。よーく見ると今回のブラックザラクは目に眼帯がついています。これは多分、そのトランスフォーマーゾーンに登場した時のブラックザラクが眼帯をつけてたんですね。それを取り入れたんじゃないかなと思います。それから当時のおもちゃには、ブラックロリッチというキャラクターが付属していました。じゃん、中を開けるとここに一体いますね。これがブラックロリッチ。これは別で発売されたアイテムとなっています。これもね、日本でぜひ発売されてほしいですね。こんな感じでね、載せることができるんです。本体のいくつかにこのヘッドマスター対応のジョイントが付属していて、このように取り付けることができます。このぐらいの大きさの他のトランスフォーマーを並べてもいい感じです。小さい頃、この基地にトランスフォームするトランスフォーマーにすごく憧れました。ヘッドオン、このように変形し頭部になり、本体に合体できます。ここだけを見ても分かるように、かなり大きくなっていることが分かるかと思います。あとはさっき言っていた頭部ですね。そしてこの胸部、ここね、元のやつがこれですね。元がこれになってて、今回は大きく傷が入ってるんですね。しかもすごく立体感があります。このゴールドのプラスチックの奥から塗装が施された中のメカニックなパーツが見えます。これは元ネタ何なのかなと思ったんだけど、アニメとかでもなんかこれを描写あったかなとちょっと分かんなかったんだけど、これあれなと思うよ。ブラックザラクっていわゆる金プラ現象っていうのがあって、金プラ？金のプラスチックって結構破損がすごくて、だからなんかもしかすると、あ、昔うちが出したブラックザラク結構パキパキでしたよねみたいな、何でこうセルフ何自虐してるみたいな感じなのかなと思いましたね。うん、そう見るとなんか面白い。こんな感じです。横、ここの部分もね変わってます。それから足元、ここも変わってます。結構ね、変わってる部分多いですね。あとは、フェイスパーツになる部分ですね。ここも全然違います。結構変わってる部分があって、いいなぁと思いましたね。この基地モードからサソリモードに変形します。それでは行こう。ビッグトランスフォーム！
計完了、スコーピオンモード。おー、見事にね、変形しました。このブラックのカラーリングに、この頭のところがね、赤、これが特徴ですね。こんな感じとなっています。いやー、こう見るとね、本当になんか小さい頃これに憧れた思い出がよぎるな。昔も言ったんだけど、僕あのスーパー人雷だけは買ってもらえたんだけどさ、ゴッドボンバー買ってもらえなくて、ゴッド人雷にできなくて、うん、まずゴッドボンバー欲しいなっていうのと、あ、これと対決させたいなみたいな、すごい思い出してましたね。ちなみにタイラントスピアは分割して、この何、尻尾のところにね、このように取り付けることができます。説明書を見るとすごいちっちゃくて、その分割がどれが正しいのか分かんなかったから、そのタカラトミーモールのあの通販のサイトのところを見て、まあ、その潜在画像を参考に取り付けてみました。こんな感じとなります。あとはね、あのみんな心配してるキンプラなんだけど、これ全然大丈夫だと思うね。うん、なんかゴールドに見えるところは塗装になってるし、まあこれはゴールドっていうか黄土色だね。うん、だけどいい色合いです。大丈夫そうです。それからね、このサソリスコーピオンモードでの頭部はこのようになっています。ちゃんとあのフェイスのガードがついてて、目が見えないようになっています。それから腕に取り付けたキャノンはここに取り付けることもできます。この状態でもね、殺走行できます。男は黙ってサソリ殺走行。さあ、そしたらね、ラストスパート、ロボットモードですね。ビッグトランスフォーム。変形完了、暗黒大帝ブラックザラックだ。おー、でか、お分かりいただけただろうか。約50センチあります。全体のプロポーション、カラーリングはこんな感じ。もうまさしくザ・ブラックザラックといった感じ。タイラントスピアはさっき分かりやすいように背面にね、今マウントしています。横、そして後ろ。早速じっくり見ていこう。まずは今回新規造形の頭部、このようになっています。角が大きくていいですね。全体のレッドの塗装もとても綺麗。顔の造形もあの僕たちの思い描くあのザ・ブラックザラックっていう感じの頭部でね、いい感じです。上半身スコルポノックと造形は同じなんだけどね、専用のブラックザラック専用のカラーリングとなっています。デストロンマーク。
この発色の良いグリーンカラーがとても綺麗ですね。左手にはシールドが装備されています。それから下半身。さっきの同じグリーンカラーがここに使用されていますね。ここもスコルポノックと造形は同じです。このパープルとか。色使いも結構細かいなぁと思います。ゴールドの部分は成型色だけじゃなくて、例えばこういうところに見えるような塗装もあるんですよね。後ろから見ると、こんな感じ。煽りで見るとやっぱすげえなぁ。正面も煽りから見ると、こんな感じ。それからタイラントスピアも見ていきましょう。造形はね、改めて近くで見るとこのようになっています。これは今裏側から見てるんだけど、裏側って肉抜き穴あるよね。表と裏があるようです。こんな感じ。で、ここに5ミリジョイントとかがあるんで、だからなんていうのかな、さっきのヘッドマスターの状態で、こうガンのようにね、こう持たせることは一応できるんだけど、基本的にはこういう穴になってるから、手で持たせられるのが限られるという感じかな。あ、ごめん。これが裏か。こういう感じ。あ、ごめんごめん。こうだ。あ、ごめんごめん。こんな感じですね。まあ見ればわかると思います。裏表あるなという感じです。こんな感じ。これもな、あれ、トツのピンだったらね、持たせられるのにね、これはもう穴になっているという感じですね。手で持たせてみよう。ご存知の通りね、こう独特な造形になっているっていうのと、特にこう、なんていうか、ハードポイントで止める、ピンで止めるとかそういう感じじゃないんで、ちょっとこう工夫しながら、まあこういう感じで持たせるという感じかな。一応ね、ホールドしっかりできます。こういう感じになる。離れてみると、こんな感じ。あ、やっぱタイラントスピアを、こう手で持ってるのはいいですね。ちなみに僕は足の横にゴールドのアクセントカラーあるのがブラックザラックの印象的なのなのね。なんだけどこうシールドでここを使っちゃってます。だけど、まあシールドは使えなくなるけど、このパーツをここに取り付けます。なんか僕のイメージではこれこそがブラックザラックって感じがするんだよね。まあここは好き好きで選べます。各部を動かしてアクション！大きさ50センチの大迫力ボディなんだけども、こうやってちゃんとアクションポーズを取らせることができるところがいいですね。他にはタイタンクラス、おなじみのこういったポーズですね。デラックスクラスのトランスフォーマーを軽々とこうね、持たせることができます。劇中のこのブラックザラックはすごい残忍で、この手下のハイドラとバスター、この二人をね、こう痛めつけるなんていう場面もありましたね。さあ、そしたら最後は他のトランスフォーマーといろいろと並べてみよう。劇中のトランスフォーマーマスターフォースに登場したデストロン軍団。他のメンバーと一緒に並べるとこんな感じです。どれだけでかいかがよくわかるかと思います。改めてね、ここ何年かでね、少しずつ揃ってきてるんだよね。あ、ちなみにここにあるのが、ちょっと全部じゃなくて、まあ探しきれなかったんだけど、さっきのブラックロリッチ。これのね、ロボットモードがここにあります。ゴッド人雷。この辺と並べても、どれだけ大きいかがよくわかるかと思います。さあ、次！同じタイタンクラスで比較しよう。グランドマキシマス。これもね、フォートレスマキシマスとの、まあ、色違いというか違うんで、母ちゃんです。トランスフォーマーはこれだけさ、でかいのがさ、もうバンバン違うんで母ちゃんいっぱいあるんだよね。恐ろしいです。小さい頃これも欲しかったな。この辺を買ってもらえた当時の、子供っているのかな？すごいブルジョアで羨ましいです。さあ、そして最後はリデコ元のスコルポノック。一緒に並べるとこんな感じ。違うんだよ、かーちゃん。まあ今ちょうど、そうだ。シールドを足のところにちょっと色々分散しちゃってるから、ちょっと装備違うけど、基本的にはカラーリング。ボディがカラーリング、頭部が造形違うと。ブラックザラック、スコルポノック。うん、全然違います。ブラックザラック、ロボットモードはこんな感じ。じゃーん。さあ、そして最後、トランスフォーマーマスターフォース、劇中終盤のもう最後のクライマックスに登場した状態ですね。爆発して頭部が外れてこの形態になったんだけど、一応これも再現できるかなという感じですね。最初抱えてたんだけど重すぎたからちょっと他のおもちゃの箱で支えてんだけど一応できないことはないかなという感じですね。今回のおもちゃではちゃんと頭部が取れるんでね、その劇中を再現できます。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のトランスフォーマーレガシータイタンクラスブラックザラクのレビューいかがだったでしょうか。こう一緒に触って
遊んだ気持ちになってもらえたら本当に嬉しく思います。直撃世代というかね、あ、当時トランスフォーマー見てて、あ、なんかこんなキャラクターおもちゃあったなっていう風にね、こう懐かしんで見てもらえたなら本当に嬉しいし、初めての人もね、あ、トランスフォーマーってこんなでけえのあんだとしかも色違いいくつも出てんだと、なんかちょっとでもね知ってもらえたなら本当に嬉しく思います。いやー、このブラックザラックはそのスコルポノックが発表されてから、あー、出るのかな出ないのかな、出てくれたらめっちゃ嬉しいなと思ってたんだけどね、ついに発売となりました。あの中でも嬉しかったのはこのタイラントスピア、これがちゃんと新規でついてくれたことが嬉しいです。ただしやはりさっきも言ったように、あの保持力、取り回しがなんていうかしっかりした保持、あのあれがないんで、まあ、ちょっと工夫が必要かなと、でもつけてくれただけで本当に嬉しい。実はこの横にいる、まあ、今回ちょっとギミック省略したけど、ブラックロリッチ、これが変形してアックスモードになるんだけど、もう全然それよりは、うん、これつけてくれたことがとっても嬉しかったですね。日本ではタカラトミーモールからね、予約してる人にはあのもうしばらくしたらね、あのまだちょっと先かな、うん、届くんじゃないかなと思います。いや、非常にいい出来です。トランスフォーマーレガシー、ついに始まったね。まだまだなんだろうね、まだリメイクされてないものとかいっぱいあると思うんで、今後のその展開がとても楽しみです。僕は買って大満足です。本当に気に入りました。これからもずっと大事にします。今回の動画面白かったな、楽しかった俺もトランスフォーマーが好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッター公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おー、タファーあ、なんとなくこれ覚えてるなとかね、あ、ブラックザラック本当に僕が憧れてたよとかね、あ、トランスフォーマーあんまり興味ないけどこれすごいねとかなどなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。あ、そうだね。あの、願掛けに、どうせ、マスターフォース、ここまで来たらね、僕は、ゴーシューターたち、ヘッドマスタージュニアの3人のトランスデクター、もしくは新規造形の商品が欲しい言っときました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでしょう！またねー！ガンヤの刺激せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が与え憧れてた夢のトランスフォーマー、 What the fuck の君チキンチー。